傷んでる、多分毛先相当傷んでると思うので、はい、全然切っても大丈夫です。え、濡らしたら結構傷んでるのあれですか、乾きづらいかったりします？そこまで傷んでないですか？ブリーチしてるとたまにあるんですよね。ブリーチしてないから多分大丈夫だと思うんですけど。ブリーチはしてないんですよね。はい、はい、これでもこっちからいいですか？あ、全然大丈夫です。ここら辺もちょっと切っていいですか？あ、いいです。上ちょっと分け目があるので、もうちょっと長いですね。後ろこれ見えますかね？あ、見えてます。これこの先に3、4センチぐらい切ってもらっちゃう。あ、全然いいです。いいですか？はい、はい、本当は今日ちょっともっとかかりそうだったんで、1月遅れそうだったな感じだったんですよね。あ、そうなんですか？はい、良かったです。とか結構詰まっちゃってるような感じ。なんか書いてましたよね、1ヶ月先まで埋まってるって。そう、今日特にちょっと混んでて、しかも予約が違う、お客さん間違ってきたりとかして、間違ってきたお客さんに対応してたんですか？はい、なんでちょっと詰まっちゃうんです。カラーとかとって日にち分けた方がいいですか？結構今、そうですね、毛先のパーマかけた場合、やっぱり毛先染めるとやっぱり痛みやすかったりしますね。根元染めとかは僕やっちゃいますけどね。あ、そうなんですか。はい、リタッチですか？リタッチとかだったら、はい、なんかパーマ取れちゃったりするのちょっと嫌なんですよね。なんかどっちかというと、ああ一緒にやった時、そっちですか？うん、それがちょっと嫌だなっていう。かけ直しとかなっちゃうじゃないですか。はいはいはい。Thank you.
前髪ね、結構変わったと思います。ちょっとやってみますね。はい。私が使ってるシャンプーの匂いすごい似てますね。お、本当ですか？何のシャンプー使ったの？あの、仮想力っていうラッシュのシャンプーなんですけど。あー、ラッシュの。なんかオーガニック系のやつ。なんか良さそうですね。ラッシュは好きで使ってますね。今全部ラッシュにしてて。あ、そうなんだ。今の似てました。今とね、ミントと、なんかミントっていうか測ってた。そうそうです。これはラベンダーなんですけど、今度は今つけてます。すごいいい匂いする。そうなんですよ。なかなかいい匂いが。北海道産なんで。ああ、最高ですね。そうですね。足別のオーガニック化粧品会社で作ってますね。はい、オリジナルで作ってるんですけど、すごい良かったです。かなり強いんで、これかなりいい風にかかってると思うんですけど、結構強いですね。そうなんですよ。あね、これ難しいね、下ろすのね。そうなんですよ。毎朝、本当にもう毎朝ブラシでこうやってたんです。やってるんですね。かなりやりやすいですよ。めっちゃ楽ですね、これも。普通に絶対やりやすい。乾かすだけだから。そうですね。前髪がめっちゃやりやすいと思います、それは。はい。ここはもう、これでいけます。